り社会宗教会議を始めさせていただきます。司会のブリタニーです。よろしくお願いいたします。お話は古山孝雄さん、そして放送政治連盟聴導員大学総裁にお願いいたします。テーマは政治と宗教についてです。お願いいたします。まあ特に日本は戦後政教分離で政治と宗教が切り離され、教育の場でも宗教教育は消えてしまったと。そこに、いわゆるこの倫理道徳、また人を愛する気持ち、まあ、日本の歴史的伝統、この秩序合憲、清廉潔白、こういうものが日本人から消えてしまったわけです。それを取り戻すのはやはり無宗教ではできないとは言う。だから宗教というのは結婚式と葬式とに必要なものだと思い込んでる国民が多いわけだけど、宗教こそ教育の大きなファクターを占めなければならないのが人間社会に必要なんです。だからモーデの10回によるキリスト教というものもあるだろうし、やはり日本の長い歴史の中には高野山や比叡山やを開いた先人たちの宗教家によって今日まで脈々とその伝統が続いている。それによる影響も国民教育の基礎になっているわけです。その基礎が崩れ始めた時代であると今、今こそ取り戻すべきは宗教。当然宗教と政治というものを見直さなければならない、そういう中で、幸福実現党の古山さんにお話を伺いたいとこう思います。お願いします。幸福実現党を応援させていただいております古山と申します。よろしくお願いします。ちょうどいい先生、先月に続きまして誠にありがとうございます。今ちょうどいい先生が、おっしゃったことでなんか全てのような気もいたしますので、私は打足に近い話になってしまうかもしれませんけども、一般雑誌でですねこの「ザ・リバティ」という雑誌がございます。この中に今回ちょっとトランプが次期大統領ということで当選いたしましたので、この「日本の味方はトランプだった」という「ザ・リバティ」という、うちが中心となって出してる雑誌なんですけども、一般雑誌として売られている中で、先般ちょっと号外を出させていただきました。号外ザ・リバティ号外で、トランプ氏の勝利は1月に予言されていたと、トランプ氏の勝利は1月に予言されていたと。これは、誰が予言したかと言いますと、私たち幸福の科学グループの大川隆法総裁が1月の段階、私も1月30日沖縄の方に行かせていただきましたけれども、この時にですね、彼の性格は非常に変わっているので、まさか大統領にならないだろうと思っている方が多いのですが、私は可能性としては結構あると見ていますというようなお話をいただきましたし、またトランプ氏のですね、発言とか、行動とかそういうのを見られて、多くのマスコミ、アメリカも含めてですけども日本のマスコミもヒラリー・クリントンさんの方になるんじゃないかということを言いましたけども、本当に神風が吹いたがごとくですね、トランプ氏に変わったと。いうことです。で、私たち幸福の科学グループもですね、実はこのお話をいただいてから、ちょうどいい先生もこのトランプの読み方というんですかね、カードじゃなくてね、トランプ氏の読み方が非常に、もう本当に的を得てるというか、もう感銘を受けてるんですけども、トランプ氏が大統領になることによって実は強いアメリカがもう一度復活してくると、強いアメリカが復活するということは日米同盟を結んでいる日本もまた強くなる可能性があると、こういったところのですね非常な読みがございます。で、実は日本の周辺には、北朝鮮核を持っておりますし、中国においては一党独裁であり漢民族の国です。こういった国に囲まれて日本の危機的な状況だというのは現実にあるんですけれども、マスコミもまた国民も政治家も無関心というか報道しない状況、対処してない状況という中で、やはりトランプ氏の今後の手腕というのが大きく日本の未来とそれから世界の未来を変えていくんだろうと思ってます。先ほど先生とお話しさせていただきまして、ロシア、中国、アメリカ、こうした大国がですね、世界をどのように動かしていくかというところになります。しかし日本という国はアメリカとも連携取れますし、中国とは経済的な関係もありますし、実はロシアとも今プーチンさんは日本に対して非常に好意的になっておりますので、そういった意味では日本のですね立場をきっちり明記する考えればですね未来が開ける可能性があると。今日は安倍総理大臣とトランプ氏の会談があるという話を聞いておりますけれども、私たちはそうした予測をしながらですね政治活動をしておりますけれども、実はこの話というのは予言というものがあります。霊言と言われるものですけれども、天上界からの霊示を受けて、それは大変な能力を要しますので、仏教時代2500年前のお釈迦様も六大神通力を持っていたと言われておりましたから、その最高度のですね力を発揮し、そして霊言という形でどういった本心を持っているのかというのを探らさせていただいたということです。このドナルド・トランプというアメリカ復活への挑戦戦略という書籍、霊言がございますけれども、実はこの皆さんはどこまで信じられるかわからないんですけれども、このドナルド・トランプ氏の過去勢はアメリカ建国を成したジョージ・ワシントンであるということです。1日前か2日前にトランプ氏の最後の演説で、これからが第2の建国記念日であると、記念の日であると。こういうことを言ったというのは、まさにこのジョージ・ワシントンのですね回り変わりを示しているのではないかと思います。で、先ほど私ども2009年5月から政党を立ち上げ、そして7年間活動させていただいております。ひとえにこの国の未来と、そして日本の果たすべき役割というのがあるんだろうと、そして私たちはそうしたメンバーが今集まってます。私たちは宗教政党です。で、宗教政党というのは別に一つしかないわけではなくて、先ほど調度員先生とお話しさせていただきましたけど、実は政権与党に入っている創価学会さんも宗教政党です。公明党さんも、支持母体が創価学会さんになっておりますので、いわゆる宗教政党と言われるものです。世の中に、宗教政党と言われるものは、まだ多数ありますし、大きなところでは公明党さんあります。それから世界に目を向けてみれば、やはり宗教政党なるものもたくさんありますし、今後1月にトランプ大統領が宣誓をする時においても聖書の上に手を置いて宣誓をされるわけですね。で、私たちがなぜ、宗教という立場から政治に進出しているかというならば、宗教そのものはですね、私たちの周りの人も多いんですけれども、わりかしその心の平安とか、そういうのを目指します。修行をし、心の平安、こう落ち着いた感じですね。今ちょっと私は緊張してますけれども、心の波がないようにですね、そういう修行をします。それは個人の幸せ、あるいは精神的な幸せっていうのを、内面の自由っていうのを守りつつやります。政治に一歩進出すればですね、いろんな波動っていうか、いろんな意見も受けますし、心の波風もしますから、本来あまりやりたくない修行者としてはやりたくない仕事だとは思うんですけれども、しかし、私たちが求めているものは自由です。自由の創設というものを大事にしたいんです。それは私たちが言うのは、皆様方は世からこの世に降りきて、この世において皆様方が人生修行をして世に帰っていく。帰っていくためにはこの世における人生修行というものがあるんですけども、それを守らなきゃいけないんですね。中国に生まれたらそういう、言論の自由も行動の自由もある面では財産の自由もありませんので、そうしたこの世における自由、皆様方がこの世に生まれてきた目的と修行というものがあるはずなんですね。それをどのように、自分で、昇華し知恵に変えてあの世に帰っていくかっていうのが宗教の本来の目的でもございます。そうした宗教の本来の目的のこの世における皆様方の生き方っていうものを、修行か、修行っていうと大きくなっちゃいますけども、英語で言うライフトレーニングですね。人生の、勉強修行というものを守らなければいけない。その守るためには実はシステムとしての政治、これは経済的なあるいは発言の自由とか、こうしたインターネットの番組を参加させていただけるというのはそういった機会でもありますし、そういった自由を守らなければならないということです。ですから私たちはその皆様方の自由を守るために政治システムをこのままでいいのかというのがございます。それを変えるために宗教というものが実は政治に参加をし、そして変えるべきことは変えていこうと立ち上がったのが幸福実現党でございます。前はいろいろ意見はね愚痴にさせていただきましたけれども、それでは言ってるばっかりで、自分たちは何も責任持たないじゃないかということではいけないということで、まだまだ微力ながら活動しているのが私たち幸福実現党です。そして毎週水曜日にですね、都内各地で、財務省や内閣府の前でやりましたけど、マイナンバー反対という活動をします。そのマイナンバー反対は実は皆さんのその財産の自由やあるいは個人のですね、ほっといてもらう自由、これはプライベートのことなんですけども、ほっといてもらわなきゃいけない自分で持っている秘密もありますから、そういったものを全てオープンにしよう、あるいは、財産を縛り上げようという、国家が権力を使って、国民の自由を奪うシステムになり得るマイナンバーというものの反対をしている。これは毎週水曜日にですね、もう1年半以上継続的にやらせていただいておりますけれども、とにかく私たちは、国家が国民を苦しめるんではなくて、国家がやるべき仕事は国民の生命財産安全を守る、そういった仕事をするべきであると考えて、自由の創設、自由、そして、内心の自由と皆様方のこの世に生まれてきた目的と使命を果たすために、私にも何をやってるかわからないところもございますけれども、そういった自由をですね守るための戦いをしている政党が幸福実現党なんだということをご理解いただけると大変助かります。ありがとうございました。どうもありがとうございます。これで社会宗教会議を終了させていただきます。ありがとうございました。いたします。スーパー乳酸 CPL は東海大学医学部においてがんが消滅する現象から発見された物質で、食品分子量が2000以下の超微粒子のため腸管からの吸収がよく、体の隅々まで浸透します。健康と美容に大変役立つ健康食品です。美しく元気とはつらつとした人生を過ごしたい。美容や健康が気になりだした。体力が落ちてきた。このようなお悩みを抱えている方にぜひおすすめしたい砂糖大根を原料とした健康食品です。お問い合わせはこちらまでお待ちしております。日本はユーロシアの一員である。